大道大学は台北市中山区中山北路3段40号に本部を置く台湾の私立大学である1956年に設置された。大道大学少子教育記念館1956年台湾工業の草分けで大道講師会長の林長生が工業会の人材育成を目的に大道工業専科学校を創設し初大学長に就任した。 会長と学長と教授を兼ねたので、教授学長会長と呼ばれた。1963年、大道工学院と会長、1999年、大道大学に会長。2011年現在、大学は4学部、大学院は12研究科を設置している。IT 企業界、デザイン界、教育界などの分野に逸材を排出している。卒業生は起業家、エンジニア、 学者が主流である。主婦みなり大道大学前学長。台湾電力社長。周友義ゼナトロン創立者、会長。孫大英キングストンテクノロジー創立者。林ウルさん、トットンカンパニー社長。竜ノボルガイアメリカ航空宇宙局ジェットプリプルション、ラボラトリーチーフエンジニア。李高志台湾エプソン社長。タイただしシャープ社長。 フォックスコーンテクノロジーグループ副会長。林富本、アメリカエイコーンキャンパス創立者。チン・キタルジョ、AU アプトラーニックス・コーポレーション副社長。ケリン国立台湾大学教授。チェアマン、IEEE、e、ンシューマーエレクトロニクスソ n サエティー台北。オ金キン・サトシ、アメリカハンスフルトレーディングカンパニー担当者。両白・ヒ氏、ハワード・プラザホテル会長。 蝶炎夫、モーット・ヘネシー、ルイス・ビトン常務取締役、超イタスオン、アイオワステート・ユニバーシティ電気工学教授、ジム証券、ホチェング・コーポレーション最高経営責任者、超音ンシロ、ペガトロン・コーポレーション副社長、ハコクセン、ウナテック・コンピューター会長、オー・フミトシ電気工学主任教授、IEE フェロー、 インターナショナルジャーナルオブファージーシステムズ主編集者。QS ユニバーシティランキングス、アジア2013、レッドドットデザインランキング2013ウナバーシティス、アジアパシフィックハット、アーカイブされたコピー。2014年5月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年6月19日閲覧。 2014フランキングユニバーシティハット h t t p w e b t t u e d u t a y l o r w a t t s t e p b o a r t ュ a t t a、ah、c h d o w n l o a d p h p sn イコール 910&, シークエンスイコール 1347&, キャットイコール p. ありがとうございます。